では最後に今日の衣装のご紹介です。今日はこちらの白いトップスとスカート、ナチュラルビューティーベーシックさんからのご提供です。ありがとうございます。今日もとにかく暑かったので、こういった涼しげな素材感のお洋服非常に嬉しいですね。今日のトップスはこの袖あたりがレースになっていて、ひらひらと涼しげで、柔らかい印象です。首元までこのね、ニット素材なんですけれども、割とこう薄めの素材感なので、真夏でも涼しく着用できます。そしてスカートはお花柄ですね。ちょっと大人っぽい刺繍が施されていて、柔らかなピンクベージュですね。このシアー素材なので、とてもね夏でも快適に過ごすことができます。はい、そうなんです。オフィスコーデでも全然ね、こう暑苦しくないと言いますか、涼しく着用できます。そしてこちら、今日はジェミカさんからのイヤリングのご提供です。キラッとパールがついています。ちょっと揺れる感じがね、可愛いですよね。大人っぽく見えますか？今日は花火大会もあったので、ポニーテールにまとめてみたんですけれども、やっぱりね明日も危険な暑さが続きますので、皆さん快適な素敵なお洋服と、そして、暑さ対策グッズを使ってしのいでいただければと思います。ここまで今日の衣装のご紹介でした。それでは最後にまったリポートをご紹介していきます。